じゃあちょっと見てきますか。ねえ、このアメリカの楽しい日常、愉快な日常というのが今目の前で繰り広げられているわけなんですけれども、まあ、あちらではグリズリーと、男女のカップルですかがこう戯れてますね。なでなでしてますね。そしてこちらではですね、アメリカ人の方が、花火を打ち上げてるんですかね。非常にこう激しい感じで、もらっていきましょうかね、このネズミ花火。大変これ危険ですからね、素人が扱うとこうやって大きな穴を開けてしまうので、もらっていきましょうか。あ、お兄さんそれ危ないですよ。あ、意外と当たらない。意外と当たらないんですね。どうでしたか、この観光地の感想は。ちょっとお聞きしたいんですけれども。あ、歯をむき出しにするほど楽しかった。なるほど。あ、まさか。あ、まあ、アメリカの方はハンティング大好きなんで、こういった大型のグリズリーをおそらくハンティングしていったんでしょうね。じゃあ自然の恵みをいただきますか。いやー、日本にはこのサイズのクマは北海道行かないとなかなかね、出会えないので。あ、クマ肉ですね。すごい、クマ肉。初めてクマ肉というものを手にしました。あ、じゃあ骨を手に入れたので、どうでしょうね。その前にタンクトップをですね、布切れに裂いてしまいましょうか。はい。でですね、まあ、ショットガンのこれもいらないので捨てましょう。ぽい。骨を尖らせてナイフにしましょうか。あ、できましたね。あと、この花火は極力回収していきましょう。結構ね、ネズミ花火は好きなんですよ、自分。で、アメリカのネズミ花火っていうのはね、サイズがちょっと大きくて、なかなかこう見てて楽しいので、これお土産として持って帰りたいんですけども、おそらく飛行機に乗る際に没収とですよね。こういうのはね、危ないですもんね。なので、あの、このネーベージーベンで出会った友人たちに一人一人ね、プレゼントしていこうかなって思うんですよ。あ、失礼、ボタン間違えましたね、今ね。友人たちに一つ一つプレゼントしていこうかなと思うので。ああ、いい感じですね。びくともしませんね。何か持ってますかね。何も持ってない。あ、何この二人、やらしい。こんなところで川の字、川の字でないな、川の字じゃねえな。相変わらずこうね、私のベロが怪しい感じですね。ちょっと出血したので、じゃあこのお兄さんもサービスで、今のポーズは最高ですね。やっぱアメリカの人はサービス精神旺盛なんで、まあ、吹っ飛ぶ際もただでは吹っ飛ばないね。まあ、そうこう言ってるうちにですね、そろそろ暗くなりそうな気配がするんですね。どうなんでしょうか。あまり無理をしてもいけないかなと思う部分あるんですけれども、
あ、ちなみにこのナイフ、骨のナイフの使いやすさ素晴らしいですね。だいぶ出世しましたねこの方。あ、ちょうどこう掘ったところに死体があるので、お墓作らなくてもいい感じで手間いらずですね。まあ、この辺の危ない花火はちょっと一通り私の方で回収しておかないと後々大変なことになるんで、もらっていく形で。まあ、アメリカの方というのは仮装ではなくて、いわゆる土葬ですかみたいなんでね、アメリカのお墓事情というのもちょっと垣間見れましたね。あーっと、素晴らしい、素晴らしいけど持てない、困りましたね。さてどうしますか。このままむやみに歩き続けても、もしかしたら宿が見つからない可能性ってありますから、それならばいっそのことここを一つ今日の仮宿みたいな形でキープしておくのもありかななんて思うんですけどもね。ちょっとね、今手元にネベジーベンのガイドブックがないので、ガイドブックというかガイドマップですね。ちょっとクーラーボックスに熊肉をしまいたいんですけれども、よいしょ、ちょっとね匂ってたと思うんで私。やはり、あれ獣の肉って臭いですから、クレームが来るんですよ、持ってると。臭いって。あとはですね、あ、落としちゃった。アメリカに来た以上は、ちょっと試しに撃ってみますか。あれ、リロードができてない。あ、弾を拾えてないんですね。あれ、どこにあったかな、さっきの。あれ、登れない。さっきのリュックの中に入ってたんですよね、弾が。これですかね。石ですね。はて、見失っちゃった。せっかくいいものがあったんですけどね、あれね。ありましたね。いらないものを置いていきましょうか、ここに。あ、ショットガンバレル手に入ってたのか。あと薬莢がもしかしたらいらないかもしれないな。薬莢置いていきましょうかね。じゃあ試し撃ちということで、思いのほか、やっぱアメリカ人男性って銃に撃たれるのって慣れてるみたいで、あまりびくともしない感じですね。あー、なるほどね。こちらでいう BB 弾、そのレベルなのかな。そんな感じがしますね。まあ、頭殴ってもびくともしない。いや、多い。危ない。
多いな。当たらない。当たらない。そして死にそう。疲れから死にそう。ちょっと一回引きましょう。